朱鞠内湖は人造の湖だそうです。マイナス 41.2 度も記録したことがあるんだね。こりゃ見ただけで寒くなってきたよ。電話したら料理を運んでくれるんだって。僕に冷たいビールとビフテキをお願いします。さあお腹も太ったしご飯を散歩するか？すっきりしたね。雨で車から出られなくて溜まってたんだ。灯台の方へ行ってみよう。案内板にこんぴら岬灯台って書いていました。こんぴらさんを祀って航海安全を願ったんだね。なるほど。海岸ベタにこんぴらさんを祀っているんだな。
やっと雨も上がって一風呂浴びるか。ここの温泉はコーヒー色していてアンモニアの匂いがするんだ。強烈だったね。幌延町を通っていた時です。高いタワーが見えたんで立ち寄ってみたんだ。地下はどうなっているのか、その仕組み、そしてその将来は。目はお気をつけていらっしゃい。地底500メートルへ向かう。エレベーターに乗ったんだ。2分間で到着したよ。本当に地底に着いたと思ったよ。実は空想の世界だったんだ。展望室の方は本物です。地上50メートルまで登ったけど最高の眺めでしたね。この施設では核廃棄物を地底で処理する研究をしているんだよ。駐車場の隣がキャンプ場になっています。車で泊まる場合も200円の料金が必要でしたよ。さあ、楽しい散歩の時間だぞ。クッチャロ湖畔を歩くよ。今夜はキャンプ客でいっぱいだな。いやあ、いい湯だったな。やや、足湯もあるぞ。使っていくか。
広いな。一番向こうまで行ってみるか。かぐわしい花の匂いが僕の鼻をくすぐります。わあ、オホーツク海に出たのか。ここ、広いキャンプ場があるよ。もちろん無料だね。おっと、危ない。ここは気をつけて歩かなくちゃ。洒落た道の駅だな。お客さんも多いぞ。牧草のロールは500キロもあるんか？こりゃあ、びっくりだね。ドッグランがあって、ワンちゃん専用の足洗い場もあるよ。僕、嬉しくなったね。花道散歩もできて、楽しいな。
ここ、本当に？北海道に来たって？感じだな。